ロージーステーション始まるよ。皆様こんばんは、ロージーステーションです。いつもご視聴ありがとうございます。私は今名鉄名古屋本線主要駅の名鉄一宮駅に来ております。時刻は夕方の6時、ご飯時。この日は一日中フリー切符を使ってあちこち旅してきました。旅というよりは動画を撮影するためにですね、一日フリー切符を使ってあっちにこっちに飛び回ってきた、ただそんだけのことです。前回も動画で紹介した名鉄百貨店グルメ切符というものを使って行ってきました。通常のフリーパスだと3200円なんですが、プラス200円課金することで、グルメ切符という食事券が1枚ついてきます。この切符めっちゃめちゃお得なんですよ。200円の課金だけで、さっき言ったお食事券が1枚ついてきて、ミューチケットも1回だけ、マイナス110円の250円で購入できて、名古屋駅の本店だけになってしまうんですが、世界の山ちゃんだったりお弁当屋さんだったり割引を受けられます。切符の購入は券売機ではなくて、有人駅の窓口で申告して購入する形になります。食事ができるお店だとか、割引を受けられるお店だとかは、あらかじめ決まっておりますので、詳しくは概要欄の URL から確認をしてみてください。以前アップした動画もぜひ見ていただきたいんですが、あの時はですね、来る時間が遅すぎちゃってお店を選べなかったんですね。この日の気分はもう海鮮一色、海鮮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 系といったらやっぱり寿司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 、もう寿司しか頭にない自分は、江戸っ子寿司さんというお店があるこの一宮店を今回選びました。名鉄一宮百貨店、先ほどのれんにもありましたが、2024年1月31日をもって終了ということで、とても残念です。名鉄百貨店グルメ切符っていうものを知って、よし全店制覇するぞと意気込んでいたところなんですが、もう2月になったので、この動画をアップする頃には、閉店していると思います。うなぎにきしめん、中華もこの一宮店にはあったんですね。いやー、もっと早く来ればよかった。来てみて思ったのが、名古屋駅の名鉄百貨店のグルメ街に比べると、人がやっぱり少ないんだなっていう印象を受けました。こちらが今回お目当ての江戸っ子寿司さんです。いやー豪華そうですね。どんなお寿司が出てくるんだろう。寿司と言ったら日本酒とは限りませんけども、日本酒も頼んでみました。お味噌汁ありの、こちらがお寿司、大きなエビでした。全体がこんな感じです。天ぷらまでね、セットにはついてます。この天ぷらセットのエビ天がね、冷凍のエビじゃなくて寿司ネタのエビをそのまま使ってるといった感じでした。この茶碗蒸しも美味しかったです。作り置きじゃなくて、つるんつるん出来たての茶碗蒸しといった感じでした。そしてデザートには杏仁豆腐、いちごのシロップがかかってて、端っこの方から食べると味変もできてとても美味しかったです。肝心のお寿司はどうだったのってなると思うんですけども、やはり、お寿司屋さんのお寿司でした。シャリも美味しいし、ネタも美味しい、イカも新鮮でしたし、あのビントロがすごくねトロトロでした。そして卵もね、あの店内調理といったような感じの卵で、手抜きなし。マグロはおそらくキハダの生マグロでしたね。最後に名鉄百貨店一宮店なくなってしまうということで、店内の他のお店を撮影してみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。またよかったら次回の動画見てください。